キャリーパピュパミュ。どうも皆さん、トライアングルです。今回はですね、まぁ、ちょっとここからいきなりちょっとクライマックスからのスタートなんですが、ですね、今回多分昨日かな、昨日投稿した、ルイージの続きになるんですが、まぁ、このようにこの先進むとまぁ、クリアまで行くんですけど、ちょっとねこれ崩れるじゃないですか。これ崩れる前にその崩れてくとこに逆走してったら何かあるんじゃないかなと、ちょっと見てないんでわかんないんですけど、ちょっとそれを今からやってみたいと思います。一回わざと死んで、でクッパにキャプチャーします。そのでクッパにキャプチャーしたら即その崩れゆくところ、そのこの先に行ってみようかなと。はい、成功するかな今回は。じゃあ行きたいと思います。じゃあ始めまーす。さあ行きましょう。これ多分そしたら倒れてるルイージから始まるんですよね。あ、違った。え、ってことはもしかして初めからやらないといけない。あー、了解しました。もうやだ。はい、戻ってきました。それではやっていきましょう。まずクッパにキャプチャーします。クッパにキャプチャーした後にここに戻れば何かしらあるんじゃないかと、はい、思いましてやってみたいと思います。さあすぐキャプチャーして。さあここでキャプチャーします。戻るよ戻るよ戻るよ。なんかあるなんかあるなんかある絶対なんかあるなんかあるなんかなんかなんかある。この先にこの先に何もねー。なかった。あ、待てよ。この、ここになんかない?なんか裏に、ここになんか実は、ルイージが隠されていますよ、みたいな。ほら、ここ、あ?あ、ちょっと待って、なんかあるよ。なんかある。あ、なんかね、違う、下がってるだけ。あ、違ったわ。なんか、張り紙があるのかなって今一瞬思ってしまった。違った。あー、何にもねえ。ここ、そうですよね。なんか、ルイージの頭がちょっとちょろっと見えてるとかそういうのない?なんか、兄さん。僕、ちょっとマリオデッセイ出たくて、ちょっと出てみたよ、みたいな。そんな、上とかない?なんか、何かしらないとこの動画やばいよ。大丈夫かな?ちょっと待って、ちょっと探してみよう。そうそうそう、この動画ですよ。こうやって、ほら、この中を全部探したら何かしらなんかあるでござるみたいな。その、おお、よく見つけたでござるみたいな、その、そういう感じ?お前は真のマリオデッセイ使いじゃんみたいな、そのなんか、完全にドラクエなんかしっかりやって、なんか全部クリアした時みたいな。なんか、隠し要素?その全てをレベル99の、職種に全て99にした時に出てくる、なんかそれやって、なんかよくやったお前は真の勇者じゃみたいな、そんなことはない。現実では全然勇者ではないがの、みたいな、そんなことはないか。なるほど。あー、たけしの挑戦状の何お前こんなクソゲーにか、なんかマジになってんのみたいな。あー、そっち系か。そうかー。いや、でもこの裏になんか何かしら、いや、ねえな。はい、ということで、何もなかったですね。何にも成功しないな。いや、でも大丈夫。昨日のルイージは若干成功したから。成功でもないか。はい、ということで、まあ、今回は、何もなかったですね。はい。皆さんもし疑問に感じていた、クッパもしかしたら、クッパになった時になんか裏になんかあるんじゃないかっていうね、悩みを僕は解消できたと、私は信じております。はい。そんなこともない。わかりました。了解です。はい。じゃあ、いや、でもちょっとでもね、皆さんの参考になったかなと、私は思っております。はい。コメント欄、怖え。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。